すごいベトナムっぽい風景が見えてきた。だんだん幼稚園っぽい、カラフル、すごい。なんか路上で売ってんのかなあれ売り物のようには見えなかったけどあ、線路だ。本当だ、わすごい、日本っぽいね、すごい人。安いのかな。ウェルカムドリンクいただきました。何味だろう。梅、梅って言った理由が分かった。酸っぱいけど美味しい。色が可愛い。では今回1010のお部屋でチェックインということでルームツアーします。お部屋はこんな感じです。もうちょっと昨日の夜着いたので暗かったんで、お部屋のこういう雰囲気はね、次の日の朝撮らせてもらってるんですけど、ツインですね。すごい綺麗ですよね、清潔感あって。でベッドはシングルのベッドが2つありますね。で、お部屋のビューがねすっごい綺麗なんですよね。前に川が見渡せて、バイクがこのベトナムならではのね雰囲気を見ることができます。ただ隣のねお部屋がちょっと見えるので、ここだけ気をつけてもらえれば。あ、下にルーフトップバスが走ってます。あれよく香港で見るやつだ。てかバイクの量がマジですごい。全体はこんな感じです。もうちょっと机の上に荷物とか置いちゃってるんですけど、広々使えます。でここにこういうデスクもあるので、まあ、ちょっとした作業だったりとかもできるかなって思います。で一応ここの机の横にプラグを挿すところが3つついてます。テレビの大きさはこんな感じで、メーカーはサムソンですね。ホテルの Wi-Fi 速度もいい感じのスピードで利用できます。ベッドの横はこんな感じでライトが2台と、ここで電気の調節、電話、そしてその下に充電器、充電さすところが USB と普通の充電器。ここの収納棚の中はこんな感じでハンガーと、あとバスローブ、あと金庫ですね。あ、ドライヤーもパナソニックのがついてます。すごいなんか玉手箱みたいな中に入ってる。あとこれはブラシ。あ、ランドリーもいくらでって頼めるんですね。アイロンもついてます。これは便利ですね。これがお部屋についてるスリッパです。なんかすごい素材がシルクみたいな感じなんですね。ここが踏むところはまあ普通のホテルに、あのどこのホテルにもあるような感じの布の感じなんですけど、でもすごい履きやすそう。てかここがシルクなの初めて見ました。これが電気ケトル。こうは、あ、コーヒーとあとお茶か。へー、スプーンもコップもついてる。ここが冷蔵庫です。ちょっと電気が弱い気もします。こちらがバスルームです。割と綺麗で広いかな。バスタブも綺麗。シャンプーとかもなんか良さそう。洗面台はこんな感じです。お水も2本置いてありますね。アメニティはボディーローションとシェーブキットと歯ブラシかな。そしてこの中、あ、2つちゃんとついてるのか。いや違う、アメニティキットとシャワーキャップ、あと櫛か。これがハンドソープです。あ、いい匂いする。はい、ということで今無事ホテルに到着しました。空港に着いてから送迎バスを待ってるまでの時間がだいたい45分ぐらい。2時45分ぐらいに外に出てきて、3時半ぐらいに出発して、ホテルに着いたのが5時とかで、ここまで30分で着く距離を1時間かけて来ました。時間帯が悪かったのもあったかもしれないんですけど、すごい渋滞していて、グラブ頼んでも結局道路が混んでるので同じような状況だったと思うんですけど、その他の人たちが出てくるのを待ってなきゃいけないっていう時間がもったいなかったので、これから旅行を考えてる人は送迎有料でつけるのはちょっとどうかなって思いました。結局混合送迎だと人待たなきゃいけなかったりするので、事前にそういうプライベートの送迎を頼むか、もうグラブとかで指示内までホテルまで行っちゃうのがいいかなって思います。なんで今もう6時なんですけど、この後は、もうお腹が空きすぎてるのでご飯を食べに行って、あとはマーケットとかちょっと歩きながら見て行こうかなと思ってます。ベトナムの eSIM を買うのを忘れてたので、ここで eSIM を携帯から購入したいと思います。
ベトナムは一番安い1ギガ7日間で 4.50US ドル、2ギガで7ドル、3ギガで 9.50。私はいつも eSIM はエアロって読むのかなっていうところを結構使うことが多いので、ぜひ皆さんも eSIM 初めての方とか結構設定とか簡単にできるのでチェックしてみてください。この動画の詳細のところに貼っときます。TNTN なんちゃら、あ、ここかも。え、 TN、 あ、これだ、あ、ここだ。両替所見つけました。ジャパニーズ 163.2 ってことだよね。レートいいのかわからない1万円渡して、この枚数で帰ってきました。ユニクロ発見しました。あ、サイゴンセンター、シャネルとかも入ってるからデパートみたいな感じなのかな。あそこに一風堂もありました。あ、そうだね、お正月だからかな。旧正月の飾り付けがところどころあります。到着。1日目の夜ご飯場所、プロパガンダ、こちらで夜ご飯食べます。なんかここはベトナム料理とかのフュージョン料理のお店らしいです。お店の中はこんな感じです。ちょっと薄暗い感じですね。メニューはこんな感じです。注文するのはこのフレッシュスプリングロールのこの一番上のやつと、バインミーのこのフィッシュケーキと、今日はこのバーベキューポークを注文します。飲み物はマンゴーパッションフルーツ、パイナップル、ヨーグルト、スムージーにします。何これ、チップとデールホーチミン最初の一杯、美味しい。あ、いや、Thank you。 マンゴースムージー、なんかすごい入れ物、ガラスがおしゃれ。ではいただきます。いただいてください。あ、思ったよりヨーグルトの味しないわ。あ、よかったよかったよかった、うん、朝これ飲みたい。から美味しそう。このソースなんだろうね。いただきます。おいしい。昔の家の匂い、匂いみたいな。豆腐が意外と面白い。豆腐の味かもね。続いてタイミーです。おいしい。味付け、屋台のやつより多分上品な味よね。なんかフォーとは違う。でもフォーの麺と一緒だよね。うん、一緒。ではフォーをいただきます。ビーフンみたい。うんうんうん、おいしい。なんか味付けがめっちゃあっさりしてるね。バカルディラムとマリブとレモングラスシロップとライムとチリとジンジャーエール。あ、ジンジャーエールが入ってるんだ。サイゴンヒートです。スパイシーカクテル、トータル764です。ホーチミン1日目の、夜、今お部屋に戻ってきました。戻ってきたらもうこんなに暗くなっていて、夜景がめちゃくちゃ綺麗です。これ部屋からの景色なんですけど、すごい、ここだけ見るとめちゃくちゃ都会ですよね。ビルも結構立ってて、そしてバイクの量が相変わらずすごいです。部屋からもね、結構車のクラクションとかバイクの音がめっちゃ聞こえます。夜もどれだけうるさいのかちょっとわかんないですけど、ここは10階ですね。ちなみにで、あそこはなんかハーバーというかポート、ボートのポートになっていて、あそこからなんかクルーズ船というかディナークルーズとかが出るのかなって思ってます。ちなみにあそこはなんかレストランみたいですね。なんか外で食べれるレストランっていう感じで、すごい気持ちよさそうです。皆さん、おはようございます。今日はホーチミン2日目です。朝の今7時なんですけど、太陽がもう結構ね昇ってきてます。でも登る方がこっちなので、東から太陽が昇ってきていて、ホテルのね景色が東向きなので、この景色が見られてよかったです。でも朝からバイクがね全然走ってますね。ずっと走ってるんだろうな。この後は準備してホテルの朝食に向かいたいと思います。
テルの朝食です。これなんだろう。あ、おかゆだ。あ、シューマイ、そして、あ、おいしそう。そしてサラダ、そしてシリアル。バインミーが作られるんだ。すごい、バインミー作れる、自分ですごいね。あ、ここフォーだって。すごい、食べようかな。すごい、この辺はめちゃくちゃベトナム料理。あ、目玉焼き。今、フォーを作ってもらってます。Thank you。こちらがパンのゾーンなんですけど、めちゃくちゃ美味しそうですよね、どれも。これマンゴーかな、めっちゃ美味しそう。で、いちごとドーナツとクロワッサンと。ケーキ、すごい種類がいっぱいです。ドリンクはウォーターメロンとオレンジとガーバーとパッションフルーツ。あー、どうしよう、ガーバーにしようかな。ここがフルーツエリアです。すごい。今日2日目の一つ目のお店、こちらですね。じゃーん、ここでお洋服をオーダーメイドして作ります。わー、すごい、めっちゃある。こんにちは。わお、あ、生地がある。ここから選ぶんだ。あ、かわいい、この柄。あ、ね、大丈夫？デザインだって、形は、形、どんな形？形？あー、形、あー、すごい複雑なのはできないってこと。こんな感じ。なるほど、ちょっと無理です。これは無理か、はい、じゃあ、シンプルなので、シンプル。これは大丈夫？あ、夜の飛行機、うん、9時、夜の9時まで、うん、そうでした。本当だ、あ、ほら、あるじゃんね、全然。あ、生地もなんか一個可愛いと思ったのあったんだよね。あ、待って、このワンピースも可愛いんだけど、下が可愛い。長いのって長いは短いってどれくらいが短いんだろう。あ、ちょっと短い。膝上ね。膝上はそうじゃん。あー、なるほどね。これは長いですね。はい。あー、はいはいはい。でも安い。うん。長い方がいい。これかこれで迷ってますが、多分こっちにします。今、採寸し終わって、布をね、測ってもらってます。こんな感じで生地がたくさんあるので、ここで好きな柄を選んで、だいたい最低丸2日は必要ですね、作ってもらうのに。なんで、採寸して、洋服を作ってもらいます。私たちはワンピースを選びました。この辺は青材作れます。すごい生地が綺麗。ちなみにカゴバッグとか、なんかね、マスクとかも売ってます。すごい。ありがとうございました。また明日。暑い。暑い。今、洋服の、オーダーメイドが終わったので、これから今日の夜行くヘッドスパの予約をね、先に取っておきたいと思います。今日土曜日なので、もしかしたら。いっぱいかもしれないなって思ったんで、でスパの予約が取れたら、おしゃれなカフェとか雑貨屋さんとかがあるエリアに、バイクタクシーで行ってみようと思います。あ、ここか。あ、そうだそうだ、ヘッドスパ、ではこちらを書き込みます。ルネッサンスのスペルが分かんなかった。分かんない、私。2、3週間前、この通りの
あ、はい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 、オープンして。あ、そうなんですね。オーディエエリアに到着しました。なんかこうベトナムの国旗がめっちゃあります。そしてここに来た目的はカフェなんですけど、バイクタクシーで15分ぐらい走らせてきました。ここをいろいろ散策します。かわいい。カフェ到着。ララランドコーヒー。この日陰の感じがすごい。わー、かわいい。めっちゃかわいいじゃん。あ、そうだね。逆に今しか見れないもんね。かわいい。メニューはどんな感じ？昆布茶ある。ティーが結構。でも一応コーヒーって書いてあるんだけどね。エスプレッソ、ジュース。何が有名なんだろう。ミルクコーヒー。あ、これがベトナムコーヒー的な感じかな。 I have a black coffee. So white coffee is the sweetest one in New York. I will try like a milk coffee. カフェの中はこんな感じでめちゃくちゃ可愛いです。なんか人もそんなに今の時間帯かな、すごいないから、なんか写真撮るのとかもすごい良さそう。そして鯉がいます。かわいい。ここの全体的な、なんだろう、作りがめっちゃかわいいです。人がいないところ、なんか温室みたいなところもすごいけどね。クーラー効いてんのかな。え、すごいすごい、そこに。あー、すごい。あ、プッシュだった。あ、涼しい。あ、なんかすごい匂い。え、すごくない？いいね、ここ。Is this white coffee? Yes. あ、私のこっち。ベトナムコーヒーの、ミルクだったかなを注文して、ちょっともう飲んじゃったんですけど、思ったよりもすっごい甘いです。これ一応にめっちゃ苦い、ちょっと甘い、めっちゃ甘いの3段階あって、私真ん中のちょっと甘いですって言われたやつを頼んだんですけど、全然普通に私は中では甘いです。めっちゃ一番すごい甘いやつだと、多分スタバとかのシェイクよりももっと甘いのかなって思いました。コーヒーめちゃくちゃ苦い、ブラック苦手だけどちょっと甘いのが好きっていう人はブラックにしてミルクちょっと入れるぐらいでもいいんじゃないかなって思います。それぐらい結構真ん中にしても甘いので、でもめっちゃ美味しいです。 What is this? Tea? Just tea. Thank you. なんかジャスミンティーみたいなのいただきました。いただきます。あ、本当だ、緑茶だ。あ、本当、うん、なんか緑茶のアイスって感じ。ホーチミンに来たらここのカフェめっちゃおすすめです。すごいローカル感が半端ない。この辺雑貨屋さんに来ました。やってる。あ、かわいい。あ、ほんとだ。あ、涼しい。かわいい食器がたくさん。16万いくら。なんかこういう木のものとかも売ってるんだ。ティッシュボックス超かわいい。かわいいね。このお皿もかわいい。これもラテとか入れたら絶対かわいいね。このコースターもかわいいです。79ドンだから80だとして480円ぐらい。今35度で蒸し暑い。この通りにいろんな雑貨屋さんとかカフェがあるみたいです。なんか雰囲気がまたちょっと緑がめっちゃ多いね。雨降ってるのかな。すごいなんかベトナムって感じ。あれ、このスターバックスリザーブね。あー、え、めっちゃ美味しそうなドリンクあるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。
ここにしましょう。いいね。めっちゃ飲み物の種類あるじゃん。めっちゃ種類多くない？ブレンドビバレッジなんとかってもうページで分かれてんだね。スペシャルティー、あーストロベリーウーロンティー美味しそう。ほんとだー。あ、ライチもあった。あ、いいね。スムージーにしようかな。あ、スムージー美味しそう。あ、デトックスドリンクもいいな。わー、わー、ね、フルーツジュース。何書いてあった？レスシュガーか、あ、ロッツシュガーか、ノーシュガーか、ノーアイスか、レスアイスか、ロッツアイス、レスアイス、あー、ティーの濃さ、あー、ロットティーがいい。そんなに選べんの？すごいね。いらない。あー、くれるのか。なるほどね。Hello, can I order? Yes. Can I have a... Ah, okay, okay. What is it? Ah, crystal love. What is inside? This is a strawberry blending and big cherry. Strawberry blending? Big cherry. Big cherry? Yeah. Ah, okay, okay. Is it sweet? You want less sweet? Yeah, less sweet. 93. ここはケーキとかも売ってます。あとパンとかも。このホワイトチョコのやつめっちゃすごい、すごい。クロワッサンの種類が多めですね。この機械だとクレジットでオーダーできて、こっちのカウンターではキャッシュで購入できます。本当だ、なんかお茶とコーヒーが混ざったお店なんだね。すごい、2階もある。あ、ここでも注文できるんだ。素敵。すごい、3階建て。なんか行く場所困った時とかいいかもしれない。あ、待って、外もあるんだ。へえー、すごい。え、すごい。あ、ここに置いとくと反応するってこと？トラッカーがついてるんだよ。おお、だから番号を探さなくていいってことか。それ持ってる人もめっちゃ便利じゃん。だから座らせたんだね。あー、そういうことか。ここすごいハイテクなカフェ。すごい、3階建てだし、部屋席数もめっちゃ多いし。ようやくカフェに落ち着きましたね。着きました。疲れた。疲れたよ、ちょっと。ありがとう、調べてくれて。全然。まあやっぱこうやってピンは多めにつけとくことだ。そうだね、間違いない。カフェは巡ってて、今までこう行ってきたところ、携帯で撮るのは OK だけど、カメラ使うのは NG みたいなところが多いので、一回やっぱ撮る前に聞いてみるのがいいかもしれないです。ここも、動画と携帯は OK だったけど、大きいカメラとかはダメって言われたので、結構そういう厳しいところが多いのかな、ベトナムは。あ、来た。わー、すごい。わー、え、でかくない？なんていうか、え、 Thank you。ゼリー？ジェリーだね。すごい。わー、すごい。これで600円ぐらいです。でもこの量がね、量っていうか大きさがすごい伝わらない。携帯とほぼ同じ大きさ。私たちがオーダーしたドリンクは、ストロベリーウーロンと、なんとかラブ忘れちゃった。あ、クリスタルラブみたいな、なんかチェリーとイチゴって言ってました。美味しそう。いただきます。はい、やばい、食べれた。めっちゃ美味しい。生き返った。このゼリー食べてみよう。ゼリー、うん、なんだろう、美味しい。ちょっとオレンジ、うん、なんていうの、ナタデココとゼリーの間みたいな、ゼラチン固め。行ってみたかった食器屋さん到着。わー、超かわいい。甘い？わー、超かわいい。やばー、めっちゃかわいいんだけど、この色が素敵すぎる。いびつな形がさ、すごいなんか個性的でかわいいよね。でもこれで600円だったら全然。竹か。ああ、竹なんだ。まあ、このお皿も可愛いじゃん。しかも軽いからさ、持って帰るのは最高だよね。これで600円ぐらいか。あ、これ、花瓶？これも花瓶だよね、きっと。一輪挿しっぽいね。これもなんかドレッシングとか。ああ、ほんとだ。花瓶でも良さそうだけど。確かに。これが 40% オフなんだ。色的にってこと？売れないのかな？もしかすると春違うのかな、なんだろうね。こっちにもたくさんいろいろある。すごい。 Can I get this? こちらのコップとこちらのお皿を購入しました。Plate? Mini plate here? Yeah. And then one big cup? Yeah.
two items would be 400,000. 400. Okay. ラップしてくれてます。ここがメインストアらしくて、あと私たちの泊まってるルネッサンスの近くにももう1店舗あるらしいです。でそっちはサブストアっていう感じで、ホーチミンにしかここのお店はないらしいです。はい、今なんかヘルメットのあれ調節してくれてる。帰りもグラブで帰ります。なんかタクシーの方が安かったからタクシーで帰ろうと思ったんですけど、バイクの方が渋滞に巻き込まれないらしいということでバイクにしました。ここのアマリから、アマイか、アマイから帰ります。あ、夕日が綺麗。 Sorry? Yeah, too, yes.今無事ホテルに到着しました。15分くらいで戻ってきたんだけど、なんかさ、帰りの方がスピード出してなかった。日よりだからなんかちょっとちゃんと捕まってないとなんか落ちると思って、でなんかタクシー乗ろうと思ったんですけど、タクシーの方が安いけど混んでるかもしれないから、あのバイクの方がいいってあのお店の人に教えてもらったのでバイクで来ました。でもなんかやっぱベトナム来たら絶対バイク乗った方がいいね。面白いね、うん、すごいなんか乗り物乗ってる感覚でめっちゃ楽しかったです。景色も鮮明に見える。確かにね、 窓越しだとやっぱ違うよね、うん、お部屋に戻ってきました。ということでナイトマーケットの準備します。なんかこの辺すごい高級エリアなんだね。ヴィトンとかさ、エルメスとかさ。いや確かに銀座。ユニクロもある。あ、じゃあここが、え、あのデパートの近くかな。あ、本当だ、ユニクロだ。すごい、いいチャンネル。すごい。今からベンゲーフードマーケットでインスタライブやります。旅人 HIS。 行きます。いただきます。到着したっぽいです。ベンゲーフードマーケット、何が有名なんだろうね。こちらのマーケット到着しました。ここが、マーケットの外観になります。こんな感じでプレハブ見たくなってるんですけど、音楽がちょっとすごいうるさい。と雨の日でもここのシャッターが下がるので全然あの大丈夫そうです。メニューはこんな感じでいろんなあのご飯があります。ベトナムフードだけじゃなくてあのタイ料理だったりとかインド料理だったりとかも売ってます。でここもともとベンタイン市場の隣に有名な観光地としてここのマーケットがあったんですけど、ここに2023年に移転したらしいです。なんでちょっとストリートの中ご案内しますね。こんな感じでいろんなご飯がね売ってます。こんな感じでいろいろ売ってます。で食べるところもあるので大丈夫そうですね。でここは春巻きだったりとかが売ってます。でベトナムシーフードも有名なんでこういう風にシーフードもね安く売ってます。ここは春巻きのお店ですね。でここ日本食料理もね実はあるんですよね。たこ焼きで89とかでサーモン巻きで99なんで600円ぐらいします。でここはバインミーが売ってます。ここで多分作ってくれます。はいロブスターの形したバインミーのフランスパンです。でここでシーフードとかもこんな感じで作ってます。みんなベトナムの人たちフレンドリーですごい手振ってくれたりします。ピザだったりとか、あ、ブンチャーっていうなんかフォーの麺なんですけどソースがない感じで、こんな感じのやつですね。でフィッシュソースがめっちゃ美味しいのでこれおすすめです。ちなみにここのお店でチキンを買いました。お姉さんのおすすめしてくれたチキンはこの、チキンですね。 1.29K って書いてあります。HIS のライブストリーミングが終わりました。ということで私たちが紹介した、ご飯はこちらの、チキンと
そちらの、ドリンクです。この2つをライブストリームで紹介しました。気になる方は HS のオンラインの、インスタグラムのアカウントにアーカイブで残すって言ってたので、そちらを見ていただければと思うんですけど、ここに貼り付けられそうだったらご案内しようかなって思います。青なのにバイクは全然通ります。これがベトナムです。さっきの行った甘いのお店の、小さい店舗ドンコイ店がこちらです。めっちゃちっちゃいので、まあ行くの大変な人はこっち行ってもいいと思います。到着しました。今日はここの夜で、マッサージをします。すごい、メニューはこんな感じで、今日お昼に予約したからね。怖いね。ね、全然お部屋持ってていただいても全然置けるところは。じゃあ部屋持っていこうか。ここお手洗いなんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。こんな感じで綿棒とかデンタルフロスとか髪の毛のゴム結ぶやつとか、パナソニックのドライヤーとかも置いてあります。しかもハンドソープもイソップです。すごい。こちらは2階、2階ヘッドスパ。ヘッドスパ1階に行きます。おー、すごい。Thank you. おすごい、なんか綺麗だね。すごい。このまま全身スクラブしてほしい。本当。でもなんか足こんなに綺麗にスクラブしてもらうことないかもね、普段。今までないわ、多分。ねえ、めっちゃ丁寧。マッサージを受けてもらってます。わ、すごい。ヘッドスパあるよ。ホーチミンのセブンに来ました。タイガービール売ってますね。バイ、あとドラゴンの、あ、これがサイゴンビールか。これで30だから6、180円ぐらいだね。サイゴンビールの方がちょっと高い。これなんだろう、これかわいい。タイ、あ、ラガー。タイガービールじゃないの。何が違うんだろうね。スペシャルオリジンって書いてある。これで16だって。こんな感じで韓国のカップ麺とかタイのものとかいろいろ売ってます。はい、ということで今マッサージが終わりホテルに戻ってきました。ヘッドスパでねトリートメントしてもらったんですけど、 TOKIO の、トリートメントだったんでめちゃくちゃサラサラになりました。であとは、タイマッサージしてもらったんですけど、合わせて日本円で8000円ぐらいでした。日本人 の、 オーナーさんだったんですけど、すごく丁寧でいろいろなね、ベトナムの情報だったりとか、スパのご案内だったりとかしていただいて、なんかもう日本語聞くだけですごい安心したし、スパ自体も去年の夏にオープンしたばっかりということで、まだ新しいんですけど、それなのに口コミの評価ももう星5ぐらいもらっていて、多くの方が高評価のコメントを残してたので、すごいそういう理由で私たちもそこを選んだんですけど、全然オーナーさんが日本人ということは知らなくて、日本対ベトナムの、スパですよしか書いてなかったんで、高評価を頼りに行ったんですけど本当に良かったです。周りの、ね、治安とかもすごい全然いいので、本当におすすめします。最終は9時までになってるので、23時とかにやりたいっていう人はちょっとあれなんですけど、夜9時までに来られる方はぜひ行ってみてください。お腹空いたのでグラブレ料理を頼んだので、お部屋に届けるようにしてもらったので、これからそれを食べて、その後はもう寝て、明日は、飛行機が 夜中の0時20分とかだったかな。なのでそれまで丸1日あるので、最終日もいろいろお届けしたいと思います。ということで引き続き、旅行の Vlog をお楽しみください。わー、すごいね。わ、ほんとアジアだね。あったかいし、でも暑い、むしろ出来たてだね。スープ入れたて。これがフォーか。これがそうだね。すごい、じゃーん。わー、フォーだ。で、このスープをこの中に入れて食べる感じで、ちゃんとねパクチーは別添えで袋に入れてきてくれてます。ありがたい。あ、もやしと葉っぱ全部別添えなんだ。あ、そうだね。最初からもしや。それ何、そのソース。調味料かな。あ、美味しそう。すごい。え、めっちゃいいね。なんかいい経験だったね。確かにこれ開けるのちょっと怖い ね。ここは、あ、暑いね。しかも結構、結構暑い。めっちゃ熱々だよね。ね、すごい。この暑ささどうやって届けたの。あ、でもなんか漏れないようにすごいしっかりゴムが止まってる。しみる。おいしい。めっちゃうまい。おー、あちちちち、熱い熱い熱い。
いや、これ本当に具がたまるね。ね、たまる。とりあえずスープだけ入れて、具は後からなんかお箸で食べればいいかな。ね、こんなに具がたまってる。あ、なんかこのテールスープっていうの、入れたらなんか一気にドバっていきそうだね。ほら、一旦ちょっとこれで。そして、この中の葉っぱ、めちゃくちゃパクチーの匂いがやばい。あー、やばい。やばい、匂いが。あげます。はい、ありがとうございます。どうぞ。もやし。あれだよ、あの、なんだっけ、ベトナムパクチーじゃない。あ、そうだ。完成でございます。そしてこちらの方はパクチーもりもりでございます。こんなにいっぱい入ってるし、ここにもパクチーあるかな。好きなだけどうぞ。ではこちらいただきます。まずはスープから。待って、若干パクチーの味するのはどうして？匂い？え、味する？ちょっとどうしよう。出汁があれなんかな。レモンとか入れたらいいかも。そうだね、ちょっとライム入れましょう。うっ、若干ね、パクチーのね、風味がするのよ。ダメ？その若干もダメです。ダメです。チリとか入れたら変わるかな。うん、変わるかも。ソヤビーンズソース、なんかちょっと濃い味噌、味噌じゃないけど、なんかちょっと濃い味噌みたいな感じを入れて、パクチーの味を消します。そしてこの結構ピリ辛なホットチリソースをちょっとだけ入れます。そしたらだいぶパクチーの味が消えると信じて。でもこれね、結構ね、2つともソースのね、味濃いめだから、パクチー薄まると思うんだよね。どうでしょう。薄まりませんね。もう諦めましょう。ではフォーを食べます。パクチーの存在感がさ、強いよね。どうしてこんなにさ、濃いの。うん、おいしい。もちもちしてる。平打ちうどんみたい。もうちょっとなんかソース全然入れても大丈夫そうだな。味変にね。うん、いいかも。いいね。うん。皆さんおはようございます。今日はホーチミン旅行3日目です。早速朝から、ホテルの朝食を食べにやってきました。2日目と3日目の朝食のラインナップが若干違ってたかなっていう感じです。2日目も3日目もフォーはあったんですけど、2日目は、バインミーが作れる場所があって、3日目はライスの上にチキンが乗ってるブンチャーみたいな感じのやつが自分で作れるようになってました。あとは大体同じかな。あ、でもフルーツが 1,2 個くらい違ったりとか、パンの種類もちょっと変わってました。それ以外はそんなに大きくは変わらないんですけど、まあ、全体を通して 20%30% くらいは違う内容になってるので、同じホテルで連泊でも楽しい朝食を食べれると思います。ということで今日の朝食のラインナップはこんな感じです。これが今言ったブンチャーみたいな感じのチキンのやつ、昨日なかったやつ。あとはだいたい一緒かな。こちらのフォー、これも美味しそうですね。パクチー抜きって言ったらちゃんと抜きで用意してくれます。ということでいただきます。あ、美味しい。なんか昨日グラブイートでフォーを注文したんですね、ホテルに。それと比べると全然臭みとかもなくて、美味しいです。フォーを食べるとき、パクチー嫌いな人はパクチーが入ってなくてもスープの中にもその出汁が入っていることがあるので、それだけちょっと気をつけるって言っても難しいんですけど、お店選びリスキーだなって思いました。甘ー。飲んでみて。コンデンスミルク入ってるって書いてあったけど、ホワイトってやつかな、昨日のカフェオレだ、ね、コーヒー苦手な人は全然これでいいかもね。うん、何が違うんだろう。普通のブラックコーヒー、うん、苦い。苦い、うん、ベトナムコーヒーの定義が分かんないんだよね。なんかちょっと甘いって聞くんだけど。あ、でもフィルターコーヒーだから多分日本のコーヒーと一緒だ。それにコンデンスミルクを入れるかどうか。うん、なるほどね。でもやっぱさ、本当にお店によって甘さとかも全然違いそうだね。ベトナムで作られるコーヒーの木っていうのは、うん、苦味が強いコーヒー豆なんだって。だからブラックでは飲みにくいらしくて、飲みやすくするためにコンデンスミルクを加えたっていう歴史があるらしい。あ、なるほどね。だからその種の違い、種というかコーヒー豆の特質なんだと思う。ちょっとベトナムで作られたコーヒー豆とか、うんうんうん、こちらがホテルの、エレベーターを降りた目の前の景色です。夜の方がここは綺麗ですね。でもすごい、もう手すりがここにあるから落ちたら超怖い。では今から、21階のプールとかがある階に行ってみたいと思います。こんな感じで、グランドフロアレベル1、5、18、19、21、まあ、こんな感じでなんか分かれてます。クラブラウンジとかもあるんですね。21階はスカイバー、ルーフトップバーとか
フィットネススパとかがあるのでバーだけを利用する人も結構いるみたいです。あ、着いた。うわ超怖い、やばい、高さが増す。Hi. Morning, this. How can I help you? I just want to go to like pick up bottle. Yeah. Or two. Yeah, this way. Thank you. Yeah, please. Ah, すごい。あ、外？屋上？人いますね。あ、ここがルーフトップなんだ。すごい。いた。ここがバーになってて、夜はここからの景色が多分めちゃくちゃ綺麗なんだと思います。これがバーのメニューかな？結構なんか。ちゃんとしたご飯とか売ってるんですね。夜のメニューなのかいつでも食べれるのか。結構めちゃくちゃメニューの種類多いです。すごい。ここにタオルも置いてあって、ちょっと外の景色を見てみましょう。わあ、すごい、全然違う。なんか部屋越しから見る景色とやっぱ高さが変わると雰囲気が全然違いますね。こちら違うサイドからの景色です。ここの真ん中バイクと車がぐるぐるしてます。ベトナムはバイクの使用する数が世界で2番目らしいです。1位はタイですね。なんかあの奥の塔があのドバイのバージュハリファみたい。隣にオープンしたばかりのヒルトンがあります。ここからプールも見えます。この上がルネッサンスのスカイバーになってるっぽいです。建物めっちゃ可愛いな。ホテルコンチネンタル可愛い。今どこに向かってんだっけ。人民なんちゃらでユニクロです。ベトナム限定の、あ、この辺だね。ベトナム限定のユニクロ T シャツがあるらしいのですが、ハノイ、おーすごい、あ、ベトナムっぽいね。この 4PS ってなんだろうね。あ、ピザ屋さん、あ、コラボしてるってことか。なるほどね。ここ夜の方が綺麗かも、ライトアップされてて。でもなんかこの薄い黄色な感じが写真映えはしそうだけど。あ、ちなみにこれは今選挙の共産党のマークらしいです。こちらは視聴者だそうです。すごい立派。あ、いい、すごい綺麗、観光スポットですね。こちらに見えるのが、ベトナムを、建国した人の像になります。独立したのが1890年なのかな。視聴者の前のこの景色がすごいベトナムの観光スポットっていう感じですね。ここもなんか黄色い建物多いね。なんかそういうなんか国系の建物、ね、かわいいよね、色合いがね。かわいい、レモン色。なんかみんな準備してるね。なんだろう、ちょっとチラ見してこうかな。すごい、かわいい。紙で作ってるんだ、すごいね。ここはポストオフィスです。すごい。あ、なんか前来た時あそこ何もなかった気がした。あ、本当？この右とかお土産屋さんがあるの、すごい。こんな感じ、ポストオフィス、すごいね。あ、あの辺にポストカードが売ってるのかな。あ、マグネットとかも売ってます。あ、かわいい。これで65ドン。すごくない？この切り絵、切り絵じゃないね、絵が。あ、ほら、見て、あ、すごい。なんか欲しくなっちゃう、こんなの見たら。55。買っていこうかな、1個ぐらい。なんか前こういうの竹のやつ買ってたんだよね。素敵。300円ぐらい。でも安い、マグネットで300円。こちらに決めました、これ買います。50ドンです。300円です。そう、この中が蒸しやすいから。あー、ベトナムっぽい。ここにポストカードがたくさん売ってあったのでこれを買いたいと思います。ちなみに35ドンですね。200円ぐらいですね、1枚。なんか CM 撮影でさ、いきなりみんなこっち振り向いたりして。あー、そういうことか。すごい、いっぱいあるじゃん、こういうところにもね。あ、ここがブックストリート、ここだった気がする。ハッピーニューイヤー2024、はあ、このストリートです。ブックストリート観光名所の一つで、今ちょっと外の外観はお正旧正月だから飾りがハッピーニューイヤーですけど、おもちゃとか本とかなんかこういうノートとかそういう感じ。へー、かわいいよね。匂いがお雛様の匂いがする。お正月のデコレーションもすごいな、かわいい。何が売ってんの？
あ、ステッカーとか、かわいい。クリスマス時期があれ、ベトナム感っていうのも、なんかちょっとモダンな感じの、なんか外国かじってる感じ。あ、本当だ、かわいい。でもこれさ、冷房ガンガンなところ行きたいよね今34度、やばいね、本当外いるだけで汗かくもん。あ、もう終わりだ。本当でも本が多いね、ブックストリートだから。そっか、終了。休憩でカフェに来ました。とりあえず冷たいフルーツ系が飲みたい。 あれっぽいね、なんかフリーズ緑の、そうそうそう、あれっぽい。ホイップなしでしょ。 Can I have a tea with light jelly? あ、medium size, yes. 59, 60. Thank you. 休憩で入ったカフェで tea with light jelly 頼みました。私も思ってるグリーンティー、もしかして抹茶フラペチーノみたいな感じ。あ、そうか。ティープラスライチジェリーって書いてあったから、もうティーってさ、普通になってるイングリッシュティーみたいな感じだと思ったら全然甘い。ライチのシロップ入ってるのかなって。ベトナムの飲み物みたいな、結構甘い気がした。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、いいね、よかったよかった。グリーン、グリーンティーみたいな。そう、いい感じね。美味しそう。すごい、ついてるんだ。なんかこういうペンさ、小さい時というか若い時流行んなかった。食べれるのかな、モコモコするやつ。これスイカ、スイカだね。すごい、ホーチミンといえばの観光スポット、ベンタン市場に来ました。ここ客引きがすごそう。あ、なんかエリアによって分かれてるのか、売ってるものが。あ、確かに、うん、ほら早速スーパーコピーが。本当だ、ディオールだわ、うん。匂いがトイレの匂いがする。わあ、すごい。あ、ここら辺やっぱご飯売ってるね。あ、本当だ、確かに。わ、匂いがすごい。ゴリアンだ。そう、マンゴー、ハロー、マンゴー、ショーシャン、アボカド。ここなしでも安いよね。マンゴーが25だった、ね、150円ぐらいか。なんか人めっちゃ座ってるけど、ね、何詰めてるのかな。あ、すごいいっぱい売ってる。ちょっとディオールのパクリみたいな、ベトナムの。かわいい、このピンバッジ。本当だ、ディオールのパクリっぽい。あ、こういうのでしょう、買ったやつって。こういう素材のさ、巾着じゃない。あ、そう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 、多分そうそうそう、そうだった、そうだった、そうだった。てか、なんかもう狭いし、人がすごいし。ねえ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 、こんな感じのやつじゃない。あ、そう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 、マジこういうやつ。ね、これかわいい。アクセサリーでに良さそう。昨日アクセサリーで買っちゃったけど。何をしているぞ、見てください。Hello, what are you looking for, come in? May I help you? Thank you. もうすごいね。すごいね。今何が欲しいだよ、お姉さん。うん、特に見てるだけ。はい。はい。ああ、この辺。でも値段もいいんだよね。変なやつが欲しいの？そう。ウケる。写真映えそうなやつってこと？そう、なんかこういう写真のやつ、あ、はいはいはい、ちっちゃいやつが欲しいの。帽子とかもめっちゃあんだね。スーパーコピーすごいな。そうだね、ワンピースかわいい。かわいいね。うん。あ、パンツ。ラルフローレンのパンツ。ちょっと小さい。ちょっと違うでしょう、このカバーは。あ、これかわいいじゃん、スヌーピー。あ、かわいい。ベトナムバージョン、スヌーピーだ。ミニコン欲しいの？あー。おいしい？何、アルコール、薬酒じゃなくて。すごい、すごい。このさ、なんだっけ、この柄、ミモザ、ミモザかわいい。147、こういうとこでディスカウントできるのかな。いけそうな気もするけど、スヌーピーだ。どこ、あ、本当だ。なんかちょっと、なんかこれだったら中透けないじゃんか。ベンタン市場を今見終わって、これから、昨日オーダーメイドした洋服を、取りに行ってきます。どんな感じの仕上がりになってるのか楽しみです。ハロー。あ、涼しい。値段すごく安いです。ルビースパ128、いくらでできますかね。1時間後私予約したら30万のだけ。30万、予約してないは高い。ああ、そうなんだ。わあ、すごい。おお、すごい。ちゃんと、じゃーん。今回、オーダーメイドしてもらったワンピースです。
ここのね肩のところをちょっとあのもうちょっと太かったんで細くしてもらったりとか、あと本当にこうやって上げてもここの間のところあの空き具合とかもちょうどいいのでめっちゃいい感じです。あと私身長166あるのでここの丈が結構短いものが多いんですけど、ちょうどくるぶしぐらいになっていい感じです。皆さんも自分であの身長のせいであんまり洋服ない人とかぜひ作ってみてください。こんな感じで袋にちゃんと入れてくれました。かわいい、柄ついてる、かわいい。ということで今からマッサージ、フットマッサージに行くんですけど、その前にミニストップ塗ります。あー本当だ、すごいね、マヨだ、美味しそう。あ、本当だ。すごいで、なんかフルーツはめっちゃベトナムっぽい。プリンとか。このヨーグルトはホテルの朝食でも出ました。お水。水かな。うん。あ、これなんかイロハスみたいだね。本当だ。ダサン、ダサンに。36、36円ってこと？安っ。ここオーダーメイドの。人に勧めてもらったお店です。45分、これかな。 45 minutes、うん、have a sit with family lesson. Can I use card? Yeah, if you buy by card, you ask more 3% 3% more 3%? Yeah. Okay. Okay. How much is the total? 257? Okay, okay. おいしょ。今からバインミーのお店に行きます。初グラブタクシー、ベトナムで。タクシーは190円ぐらいです、日本円で。確かにここすごい、めっちゃ人いっぱいいるね。どうしたの、なんか今日イベントやるんかな。あー確かに、この集まりを今日日曜日。うん、あ到着しました、バイミーのお店。ここはカード使えるかな。無理そうだよね。無理そうだと思う。現金か。あ、私ツナにしよう。うん。バーベキューポーク、ワンツナ。あ、ワンツナ、ワンバーベキュー。うん、シットダウン。Thank you。Thank you。バーベキューポークにしました。おお、こんな感じで中身見えるかな。怖っ。やばい。うん、パクチー入ってる。やっぱり。え、なんで入ってんの？やだ。ここ行こうと思ってたバイミーのお店です。カードが使えないかもしれないからやめたんですけど。あ、すごい、でかー。美味しそう。美味しそうだね。これも超モリモリ。これを使えそうか。じゃあどうだろう。サトラフード、ちょっとスーパー見つけたのでスーパーに寄ってみます。なんとかフーズって、あ、サトラフーズ。あ、めっちゃスーパーだ。ベトナムのビールを発見しました。11だから60円ぐらいですね。あとタイガーが120円ぐらい。あ、ほんとだ。え、カード使えるかな。使えない。買ってこうかな。うん。 Which one? Yeah, recommendation? This one?Four? Is this popular? Chicken. Ah, chicken four. Ah, okay, thank you. Beef. Ah, beef. Is there any sweet chili? Spicy. A little bit spicy. Yeah. トムヤム君みたいな感じ。ああ、なるほどね。このティーも初めて見た。これが売れてる気がする。これちょっと気になる。これ買ってみようかな。チアシード、パッションフルーツティー&チアシード。で、こっちがピーチティーチアシード。これにします。そして、これらを購入します。カード使えるらしいので、ここのお店は。37。ホーチミンの丸亀製麺発見しました。めっちゃ人入ってます。ラスパに到着しました。ラスパめっちゃ綺麗じゃん。ラスパ F。 かわいい。アイスティープリーズ。
最終日のスパ、ホテルの中にあるスパでめちゃくちゃ綺麗です。なんかお菓子みたいなのもついてる。すごい、お茶と。そうなんだ。2023年の5月にオープンしたスパらしいです。リフティングにしようかな、私も、うん。ここがシャワールームで、シャンプー、トリートメント、ボディシャンプーとかもついてて、トイレ、あとここは何だろう、サウナかな。お部屋はこんな感じで個室になってます。2人で受けれるのでよかったです。すごいね。これもうやった？足入れます。うわ、なんかジンジャーとか入ってる、レモンとか。楽しみですね。フェイスマッサージなのにさ、こうやって足もやってくれるの嬉しいよね。今スパ終わりました。顔なんですけど、すごいしっとりして気持ちよかったんですけど、化粧がねちゃんと落ちなかったんですよね。なんか全然あの指圧みたいな感じじゃなくて、本当にゆっくりスプクラブマッサージっていう感じで、なんで、まあ、こう結果的にこの金額でこのクオリティだと、私個人的には違うプランやればよかったかなって思いました。やっぱり化粧とかね、そういうのこれから飛行機乗るので気になっちゃったから、ここで受ける人はあのフェイシャル以外をおすすめします。メリークリスマス感かな。夜のベトナム人は女性は青い焼きで記念写真撮ります。ベトジェットだ。わあ、でもなんかこの一列だけなんだ、すごいシンプルだけど。お腹空いたので飛行機乗る前にこのプルコギビーフバケット、バインミーと、ジャスミン、ゆずジャスミン。機内食がね出るかどうかちょっと分かんないんですよね。朝ごはんで出るかなって思うので、ここで買っておきたいと思います。ちなみにお店はこのお店です。あ、美味しそう、プルコギ。ということで無事、空港に到着しました。今から、飛行機に乗るんですけど、ホーチミンの Vlog はいかがでしたでしょうか。ホーチミン自体は、2回目で、ベトナムも2回目ということで、なんか前回はあのメコン川クルーズとか行ったので、あまり市内の観光とかできなかったんですけど、今回は市内観光とか、あのカフェ巡りだったりとか、そういうのを中心にあのお届けしたので、あの皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。そんな感じでこの動画を楽しんでいただけてたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいな、役に立ったなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。Shit out to Paris, friends, and maybe never even come back. No, it's why I put on my dancing shoes. Die for be a dream with a girl like you. Out on the floor, there's nothing I want more. So, wanna dance? Would ever be smile you got?